が聞こえないというのはハンデにはならないでしょうか。ケイ君は目がいいんですよ。もう一枚笑顔でどうぞ。正直やな、お前は。このジムを閉めることになりました。恵子、ごめんな。才能はないかな。だけどなんだろうな、人間としてのね、器量があるんですよ。12月25日、ジムで会長とミット打ち。ずっと目を開けていると乾いてきて涙が出そうになる。